所に寄っていただいてよろしいでしょうか。まずは au ショップ初のオールシーズン着用可能な男性ユニフォームです。こちらはスポーティーな印象を漂うジャケパンスタイルということですが、江崎さん、スタイリングのポイントを教えてください。はい、こちらはブレザーにシャンブレーシャツを合わせたトラットなスタイリングなんですけども、体にフィットするようなスタイリッシュなサイズ感で仕上げています。インナーにシャンブレー素材を持ってくることによって、親しみやすさと安心感というものを演出しています。さあ、ご紹介いただいたポイントを踏まえて、木村部長、このスタイリングご覧になっていかがでしょうか。ちょっと失礼します。これですね、この伸びるんですよ、皆さん。なので、ショップスタッフ意外と裏でこう段ボール持ったりとかいろいろやること多いので、伸縮しかもフィットするというところがミソかと思いますし、それちょっともう一回開けてもらっていいですか。すいません、失礼します。この差し色がですね、ちらっと見えるオレンジが非常におしゃれなのと、あと、若狭さん、この、はい、これ、なんだかわかります。それは、関西か、ボールペンも結構皆さん使われるじゃないですか。だから、ボールペンも、残念、それはここなんですよ。なので、これはですね、ショップスタッフが、閉じていただいても大丈夫、印鑑もしておりますので、その印鑑の線がこうブラブラしないように、中でこう抑えられるように配慮していただいてるんですよね。そこの部分にちょっとこうスパイスを効かせて、オレンジでっていうのが、宮崎さん、おしゃれですね。なんか、本当にいろいろな機能的なところを今回つけていただいてますので、ぜひ本当にショップスタッフになかなか細かいところを伝えきれないものもありますので、皆さんの記事を通してですね、細かいところも配慮しているんだということをちょっとご紹介します。ぜひ書いていただければありがたいと思います。はい、ありがとうございます。1つ目のスタイリングでした。では、最初の私に戻ります。